今日ですけれども、次世代シーケンサーデータの取り扱いと疾患ゲノム解析の基礎ということで、なんかこうちょっとややこしそうなことをやろうかなと思ってますけれども、いろいろ参加者の方のバックグラウンド聞いて用意してきたのは来たんですが、少し始める前にお聞きしようと思います。まずDNA の、 そのシークエンシングっていうその配列決定を、したことが、その次世代じゃなくてですね、キャピラリーでもスラブゲルでもいいんですけど、シークエンシングしたことがあるという方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。あ、それは結構いらっしゃるんですね。はい、じゃあ次世代シークエンサーの、名前を聞いたことがあるという方どれぐらいいらっしゃいますか。あ、それはかなり、はい、じゃあ実際にその次世代シークエンサーのデータに触ったことがあるっていう方はいらっしゃいますか。あ、3人いらっしゃいますね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、で、今日ですけれども、岩手、ちょっとお隣ですけど、岩手の方から、岩手東北メディカルメガバンク機構というのがありまして、今日はこちらの話はしないんですけど、そこの生態情報解析部門というところで、やっております、清水と申します。完全に興味本位なんですけど、僕の名前聞いたことある方っていらっしゃいます。いないですね。あ、一人、そうです、参加されましたもんね。自己紹介は、Google で清水敦ってやったら、岩手ってしたら出てくると思うんですけど、簡単に言いますと、もともと、東京の方にあります、青山学院大学っていうところですね、科学科っていうところに行ってました。で、もともとは大腸菌ですとか、酵母とか、麹菌の、外来タンパク質の発現系を最初にやりまして、培虫にこうどうタンパク出るかとか、出てきたタンパク質の、巻き戻しとかですね、そういうのをやったんですけども、だんだんこう興味がずれていきまして、博士課程の時はですね、作体というのをやっております。作体というのは硫酸度が多いとか、花火とか色ついてますけど、金属のエネルギーのやつで、僕の前にお二人発表ありましたけど、構造の話でしたけど、僕も大学院の時は、ESR っていう NMR のお友達みたいに使って、金属の構造解析というのをやっておりました。でそこからですね、博士の学位取った後、慶応の医学部で、清水信義先生という先生がですね、ヒトゲノムプロジェクトというのをやっておりまして、そこでポスドクとして、研究を開始しまして、皆さん今日も、少し話が出てくると思うんですけど、その、もう10年以上の前になりますが、ヒトゲノムプロジェクトというのがありまして、人の全部のゲノム配列を決めようというプロジェクトで30億文字の人の配列を決めたんですけど、大体そのうちの 1% ぐらいなので3000万文字ぐらいを僕がこう見てですね決めたというのをやってました。でそこからですね、次世代シークエンスで出てきたので、それ使ったこう解析なんかを今してるんですけど、今日はそれの、取り扱いと基礎っていうことでかなり初歩的なところをやるので、もうデータ扱ったことがある方はですね、そんなに難しいのでこれぐらいは知っていいよということがあるかもしれませんが、ちょっと進めていこうと思います。で今日のお題ですが、まず NGS 解析の基礎としまして、復習でなんでいきなり復習だかっていうのかっていうと、これはちょっとシーケンシングの基礎のところをちょっと復習しようと思います。でそれから、次世代シーケンサーについてと、次世代シーケンサーのデータの構造と、あと実際にですね、次世代シーケンサーの、疾患ゲノム解析というところの基礎ですけど、コマンド実際にですね、たくさん叩いてデータ出すのはちょっと、時間の限りがあるので、体験に近い形でちょっとやろうと思いますけども、疾患ゲノム解析の実例ちょっと見ていただいて、データ構造をやはり見ていただいて、じゃあ体験してみましょうという流れでいこうと思います。で、復習で3画法で、シーケンシング自体はやったことがあるという方たくさんいらっしゃったので、復習ですけど、3がシーケンスというときに塩基というのがあって、リボヌクレオシドとデオキシヌクレオシドとダイデオキシヌクレオシドがあって、こういうリン酸と糖、さっきも糖って出てきましたけど、糖があると。で、ここに塩基がついてる。で、何が違うかっていうと、ここの部分が違ってる、ここ2つ OH で、こっちは片方が OH で、こっちは両方とも H というので、3種類あるけど、じゃあなんでこれを見たかというと、シーケンシングというときに、3がシーケンス、サンガー先生が発明したりサンガー法ってあるんですけど、これサンガーシーケンシングっていうのをするときに、スラブゲル使ったシーケンシングでも、キャピラリーシーケンサーでも、異型の DNA、一本差 DNA を作ってあげて、自分の読みたい DNA を一本差にした後、プライマーっていうのを大体こう短いと17、18ですかね、そこから30ぐらいの短い一本差 DNA 入れてあげて、そこから、DNA を合成していくときにこの反応ですね、ここのリン酸化の結合の反応のところで水が出てきてくっつくっていうところで OH があればくっつくと
で、そうすると、この反応ができるけれども、ここが H だと止まっちゃうよってことで、この止まるのとつながるので、ランダムに、DNTP と DDNTP を入れてあげることで、この反応がランダムに止まって、そうするといろんな長さの違いの、ある DNA 分子ができるので、それを映像して見るっていう方法で、今でも使われているこのキャピラリーシーケンサー、キャピラリーっていうのはこう髪の毛みたいな細いこの、金属の管のところにポリマーが詰めてあって、ここを流れると、このスリット、ガラスのところが金色になってますけど、ここでちょっと削れてて、これがカメラで見ると、まあ、赤だったり黄色だったり緑だったりその蛍光が見えて、カメラで見ることによってこうデータが取れていくんですが、それでこう昔はスラブゲルっていうので ACGT それぞれこう流してて、もっと言うとアイソトープとかを使ったんですけど、それが蛍光になって一つのレーンでできるようになって、さらにキャピラリーを使うことでこう波形っていうのがその頃出てきて、これを今度コンピューターが読み取って、このキャピラリーからこう DNA がザーッと流れていって、出てくるときにカメラで見てあげて、蛍光を見てあげて、このピークを見てコンピューターが ACGT って決めていくという方法で、これが、まあヒトゲノムプロジェクトでも使われてきたということで、実際にまあこれと同じような反応を一部の機種では使っています。じゃあ次世代シーケンサーですけど、もうそこかしこに情報があるので、まあ、簡単に説明しようかなとは思っていますが、このちょっと分類もいろいろ新しい機種出てくるごとに変わるんで、一応ここでは第1世代から第4世代っていう切り分け方してますけど、これがこう試験に出てですね、これで違うのかと間違ってるってことはまあないんですが、第1世代っていうのは今言ったそのキャピラリーシーケンサーまで含めた形で、次世代シーケンサーっていうのは、まあ、今日これからデータ触ってもらうやつですけど、何が違うかっていうと、塩基配列の決定的に、さっきキャピラリーでもスラブゲルでもそうでしたけど、電気移動っていうのをしてあげて移動するときにこう見てあげるという方法でしたが、次世代シーケンサーっていうのは電気移動をしないでですね、測定するという機械です。で、まあ、次世代シーケンサーの中にも、まあ、第2世代、第3世代、第4世代って分け方をすれば、第2世代から第3世代になるときに、まあ、異型の PCR 増幅っていうのはまあ必要ないとか、まあ、ただこれもじゃあ PCR フリーの、ハイセックのシーケンスはどうなんだってこともありますけど、あとは第3世代と第4世代の違いとしては蛍光色素を使わないって一つありますが、イオンプロトンなんかは蛍光色素じゃないので、これもちょっと少し定義は揺らいでますが、まあ、いくつか の世代ごとにいろんな機種があって、それぞれ特徴があるということを、まあ、なんとなく覚えていてくれればいいかなと思います。で、今日ちょっと話していくのが、一番世界でよく使われているイルミナの機械と、それからライフテックの機械と、で最近こうかなり伸びてきているパックバイオっていう機械と、それからこれはつい最近出てきたんですけど、結構伸びしろがあるんじゃないかなとも言われている、オックスフォードの、話をしようと思います。で最初にちょっと順番入れ替わる部分もありますけど、プロトンシーケンシングっていう方法を使ったイオントレントとイオンプロトンの、今サーモンになっちゃいましたけど、ライフテックのシーケンサーです。で、もともとヒトゲノムプロジェクトの時はキャピラリーシーケンサーをライフテックが出しててすごく売れたんですけど、ここはちょっとですね、イルミナの方が今勝ってます。で、特徴としては、まあ、この後次のでまた説明するんですけれども、さっき前のスライドでも言ったんですけれども、蛍光色素をこの機械使わないので安くてたくさん読めるっていうのが、まあ、売りで話が出てきたんですけれども、方法としてはですね、まあ、基本的には DNA 切ってあげてPCR してそれがこう入ってた後 ACGT 決めていくっていうのは、まあ他の機械とも一緒なんですけど、その時に違うのが、プロトンシーケンシングっていうぐらいなので、プロトンを見るんですね。プロトンっていうのはこの H プラスですけど、さっき復習のところで塩基がこう伸びていくところで H2O って出てくるとあります。そこでこのプロトンが出てくるので、このプロトンを捕まえてあげれば反応が進んだかどうかっていうのが見れるかなっていうことですね。でプロトン出てくるとpH が変化するので、じゃあこの一個一個のシーケンシングをものすごい小さいpH メーターを用意してあげて、それぞれのビーズにくっついている DNA が伸びるときの pH の変化を見てあげれば、まあ、ACGT 決まるんじゃないかなっていう方法です。で、そうすると最初に例えばここですと、T、ここと、まあ下にもつながってますが、まあ、AA と TT がくっついて、ここがもう反応伸びていくとすると、まあ、G が来ると、あ、C か、ごめんなさい。ですね、C が来るとこれ逆です、ね、G が来るとまあ伸びるんですけど、この鋳型と反応して伸びていく塩基のところで、例えば G が1個あったら pH がポンって変化しますよと、 G が2個あったら pH がもうちょっと変化しますよということで配列を決定するので、配列見た時に
ここなんかこっちと比べて高いのでこれあ T が2つなのかなとか、ここはこれと比べて1個だからここ1個かな、ここは違うなということで、まあ、TCAC みたいに決めていくっていう方向ですけども、なんとなく見たら分かるんですけど、これ1個と2個の差は倍違うんですけど、例えばこれが11個と12個とか20個と21個になってくると差がほとんどなくなってくるので、同じこう配列塩基がですね繰り返されるところにはちょっと弱いっていう弱点がまああります。でこっちがイルミナの機械で、まあ、一番よく使われている機械なんですが、一時期ですねポロニー神経信号法って名前出てきたんですけど、全然誰も今使ってなくて、どういうことかっていう と、ガラス基板上にプライマーが生えてるんですね。でさっきのイオンプロトンもまあビーズに生えてるので一緒なんですけど、基本的にはこう、次世代シーケンサーっていうのはこうなんか生えてて、第二世代のシーケンサーが生えててそこにくっつくっていうのを使ってますが、ここに一本差の DNA が来ると、まあ、どっちでもいいんですけど、どこかくっついて、でこの配列と双方の配列のところにこうまたくっつくで、こうブリッジみたいなのができます。でここで PCR かけるとよいしょってこう伸びるのでここができて、でまた温度上げて離してってすると同じ場所でこう近くでこうどん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  PCR があって、片方はくっついたままなんで動かないんですけど、この同じ場所で同じこう DNA の配列を持ったクローンがですねどんどん増えていくっていう、こういう PCR によるクローンがまあできるんで、まあコロニーの PCR 版でポロニーって多分誰かがつけたと思うんですけど、でこういうのを作ってから上からですねシーケンシングをした時に、さっきのイオンプロトンと一緒で1塩基ずつ反応させるとACGT の色がま出てくるんですが、キャピラリシーケンサーと違って電気移動するんじゃなくて上からこう見てあげて、その塩基がどう色が変わっていくかっていうのを見ます。でこれが反応で、ここでこう上から見た図がありますけれども、そう例えばここ見てあげると、もともと最初緑色なんで C だな、で次、塩基を入れてあげて反応させて色がどうなるかっていうので見て、次の反応で青くなったら A だな、で赤になったら T だなってことでこう反応が進むと、CATCGT かでなるし、こっちはずっと C なので CCCCC で、こっちはですね連続塩基があっても、まあイオンプロトンみたいな形と違って塩基の配列がまあ決めるのが精度が高いというところがまあ違ってきます。でキャピラリシーケンサーと次世代シーケンサーでやっぱり一番大きいのは何かっていうと、ここでキャピラリシーケンサーはそのシーケンシングをしたい対象の DNA 分子の分だけですねキャピラリーを用意しなくちゃいけないですね。でまあ1本のキャピラリシーケンサーと1サンプルしか見ないし、ですね、ヒトゲノムプロジェクトの時によく使われた96のキャピラリシーケンサーでも1の96クローンしか見ない。それは何でかというと1本で1クローンで1次元なので、どうしてもこう線なのでこう見える分が限られている。一方で次世代シーケンサーはガラス基板上にバーッと作っていくので2次元ですね。そうすると当然この1次元は数増やさなくちゃいけないんですけど、こちらはもう面でやってるし、密を増やす濃くすればですねいくらでもデータ増えるので、面のデータ取得ができるのでこっちの方がデータたくさん取れるよっていうことです。でこれによってもうこれはもう大体次世代関係の学会行くと毎回見るフィギュアなんですけど、もともとこうゲル版でやってたシーケンシングのところから、キャピラリシーケンサーっていうのが出てきて、でそこからもう売られ、今なかなか見ないですけども44とか、まあ、この前に GS20 ってありましたけど機械が出てきて、でその後イルミナーが出てパックが出てきて、でとうとうこうイルミナーがですねハイセック X10 っていうシステムを生み出しましたけれども、僕らがヒトゲノムプロジェクトの時にシーケンシングした量はだいたい50ギガベースぐらいだったんですね。でそれが今やだいたい1日でこいつ使うと500ギガ出てくるので、ヒトゲノムプロジェクトで僕らがずっとやってたやつを1日でもう10倍ぐらい出てくるって、それぐらいのスピード感になってます。で1年間でこう1万8000人が読めますよということなので、これが例えば、3台あって、2年ぐらいやると10万人ぐらいのゲノムシーケンスができちゃうよっていうのが最近の、UK とイギリスとか、まあ、アメリカとか中国の戦略ですね。でもう一つ手法がちょっと違うのがパックバイオのシーケンサーですけれども、こちらはですねさっき DNA を固定してで塩基反応させるっていうシーケンサーでしたけど、これはポリメラーゼをこう下にくっつけてあげて DNA がこうよいしょってきた時に合成される時のこう反応をですね下からこうカメラで見てあげてバババババって進むのを全部こう録画するっていう機械です。
でどうやってるかっていうとこうポリメラーゼがこう下にくっついてて DNA があってで合成するときにこいつが合成してこうさっきの復習でやりましたけど結合させるときにピカッて光るでこの光を取っておいてあ A が来たで次また加えたときにピカッて光るんで T が来たってなんですけど最初の頃はこのピカッて光るせいでこのポリメラーゼが疲れちゃってだんだん読めなくなるっていうのがあったんですこれをだんだん改良していってこの光るところを少し離したりとかすることでだいぶよく読めるようになってきてかなりいろんなことに使われるようになってきてます。で、例えばこれ論文、6月に出たやつですけど、まあ、実際に論文読んでいただければいいんですが、ちょっと簡単にこういうところですよって見せるというのがいいかなと思ったのが、やっぱりこう次世代シーケンサーで読むときって、技術的にですね、なかなか長いのが、特にイルミナの機械だと読めないんですけど、パクバイオだとすごく長くの、その20系とか見ると。でそうすると構造多系っていうのが見やすくて、これはもう構造多系までいかないんですけど、例えばここ部分で、これはドットマトリックス解析っていう、ちょっとパッと見たら何かわかんないんですけど、同じ配列が繰り返されていると、まあ、島みたいに見えるっていうふうに、思ってください。だから島があると同じ配列がいっぱいありますよっていうことです。で例えばここだと、AAG っていうのがひたすら繰り返されていると、隣も同じ配列なので、そこの部分で、ドットが出てきて四角くなる。だからここは AAG がたくさんありますよっていうのが見れるんですけど、こうやってやっていくと、ここに繰り返し配列がこの検体からすごくいっぱいあるっていうのが分かりますけれども、こっちだとこう少ないっていうのが分かって、こういうそのバリエーションっていうのが、ここは数百ベース程度ですけど、キロベース単位で人の体の中には繰り返し配列があって、ローコピーリピートとかセグメンタルデュプリケーションっていうんですけど、そういうのがたくさんあるところは特にこの、パックバイオすごい強いと。で、ヒトゲノムプロジェクトの時に僕らがそのヒトゲノムの配列を決めましたって言ったんですけど、完璧に 100% 決めたわけじゃなくて、セントロメアとかテロメアとか、あとシーケンシが難しいところとか、ローコピーリピートのところはどうしても決められなかったんですね。で300箇所ぐらい穴が開いてたんですけど、こういうのを使うとそのうちの半分ぐらい埋められますよとかっていう話が出てきてるので、これからですね、個人ゲノムっていうのを進んだ時に、こういうのも組み合わせてやるっていう必要が出てくるかなと思ってます。で、それから、ナノコアシーケンシングという方法で、これはどういう方法かっていうと、ちょっと今までのと変わってて、脂質二重膜とかシリコンウェーハンの方に穴開けといて、ちっちゃい穴です。で、ちっちゃい穴なんで、ナノのサイズの穴ですね。ナノの穴のサイズを作ってあげて、そこで、まあ、こっちとこっちで電気が違うので、ここにこう、電気かけると DNA チャージ持ってるところ、この穴通って違う、反対側行くんですね。この時に例えばこヘモライシの頭のところとか、まあ、こっちはシリコンですけど、ここを通るときにこう電流を測っておくと、こう電流の変化で、あ、今 A 通ったよとか C 通ったよっていうのが見えてくると。で、そうすると電気の変化、電流の変化なので、まあ、蛍光もいらないし、でかつですね、すごく早く読めるし、さらにこう準備がいらないのですごく長いのが読めるということで、かなりこう期待をされていて、でようやくですね、出てきてて、こういうノートパソコンにくっつけてここに DNA 入れるとシーケンサーの進むっていうのがすでに出てきます。で、これもともとそのすごく長く読めますよっていうところが一つ大きい、アピールポイントでやってたんですが、どっちかっていうとですね、フィールドに持っていけるっていうところが強くなっていて、で、まあこれはここにラップトップのパソコンがあってシーケンサーを用意して、まあ、例えばですね、新しいこれ動物かなとか新しい植物かなと思ったら DNA 抽出してこうシーケンサーに入れるとその場合分かるってこともできますけど、何かのアウトブレイクが起こった時とかにこういうシーケンシングセットを持っていて、これ全部一つ一つがシーケンサーなので、パソコン用意してこういうシーケンサーくっつけて、この場でですね、まあ、患者さんの検体から、取ってきたですね、ウイルスとかバクテリアをこう調べたらすぐその場で、なんですか、高級なすごい、精密な機械がなくても配列決定できますよっていうところがでかいところです。例えばさっきこの前に出したパックバイオなんかは軽自動車ぐらいのサイズがあるんで、それを何かがあったのにパッと持ってできないんですけど、これだとですね、本当にカバンよりはでかいスーツケースぐらいの大きさで持っていけるんで、こういうところにちょっと今使われるような感じになっています。で、こんな感じでちょっとシーケンサーの種類の説明したんですけど、じゃあ次世代シーケンサーつっても、まあ、結局 DNA の配列決めるだけだよなっていうところがあって、まさにその通りなんですが、ちょっと最近こういう考え方をするようになりまして、まあ、虫眼鏡があってなんか昆虫見てますよっていう時に、まあ、なんとかっていう昆虫ですよっていうまあ判断はできますけれども、これが蛍光顕微鏡みたいになってきて、さらに高解像で見えるとかシートでこう見れるような
精度の高いやつになってくると、例えばこう細胞の分離の時にどういうタンパク質が役者として出てくるかとか、神経細胞でどことどこがつながっているとか、そういうところが見えてきますね。たかだかこうこれも見てるだけは見てるだけなんですけど、精度が上がると違 う, こう生命現象のこうレイヤーが見えてくるということです。で、じゃあシーケンシングはどうかというと、もともと DNA の配列を決めるということで、それこそヒトゲノムプロジェクトで人の配列を決めるということでしたけれども、例えば、iPS 細胞があったときに、この iPS 細胞と別の iPS 細胞とか、誰かから取ってきた iPS 細胞とか、こういう条件で、作った iPS 細胞っていうのを次世代シーケンサーでドバッと、まあ、ある条件で読むと。で、そうすると次世代シーケンサーから出てくるデータっていうのはこの時と一緒で ACGT しか出てきません。で、だけどこの ACGT になってる単なる4文字ですね、この4種類の組み合わせなんですけど、これをいわゆるバイオインフォマティクスとかっていう情報的なこう解析をして、この1回 iPS で細胞からこの状態を ACGT っていう暗号化してあげて、これをデコードしてあげると生命現象が見えてくると。で、これはあの論文に出てくるフィグなんですけど、ハイシーってある場所とある場所のこうインタラクションのところを見るっていう解析ですけど、こうやって元々のこういう図からこれを次世代シーケンサー通すとトランスレートできるっていうのが、まあこの次世代シーケンサーの一番強いところかなと。で、そう考えるといろんな技術があるっていうのが分かってきて、全ゲノムシーケンスとかエクソム解析とか、それから DNA とタンパク質の相互作用とか RNA 発現、これら辺はあの明日ボーノさんが話すと思いますけども、 RNA 発現量を調べたりとか、あと DNA 未知化、こちらのどっちかというと僕の今の専門ですけど、DNA のメチル化がどれぐらいになっているかって調べたりとかっていう技術が出てくるというわけです。で、まあ、ここら辺までで大体こう次世代シーケンサーっていうのがどういうのがありますよとか、なんかこういう機械なんだなっていうのが分かったので、じゃあ、実際にですね、見ていこうかなと思ってますけれども、まずこう、次世代シーケンサーの配列のデータ構造って、今日はやっぱりあの、インフォマティクス的なこう講習なので、まあ、データとか触っていきましょうっていうのが今日のコンセプトですね。で、また復習なんですが、いや、キャピラリーシーケンサーどうだったのかな、これあの多分今でも触っていらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、この場合はですね、ファスタとか PHD って当時使ってました。で、ファスタファイルと PHD ファイルって何かっていうと、キャピラリーシーケンサーから出てきたデータって、もちろんそのデータ印刷したらこういう綺麗なこう波形がバーって出てきて、あ、ファイル出てくるななんですけど、これそのままですね、コンピューターで扱うと大変なので、まずこの塩基のですね、配列をこう ACGT にします。これはまあ次世代シーケンサーと一緒で塩基が4文字並んでるんですけど、それと他に PHD ファイルっていう、まあ、あのこの波形の形を見てクオリティがどうかなっていうのを、まあ、数値化してあげてるんですね。フレットスコアっていうものなんですけども、この2つをセットにして、まあ、あのどこまでが汚いからこの部分は使わないで、ここは綺麗だから使おうみたいなことをこうコンピューターに読み込ませてやるってことを、まあ、今でもしてらっしゃる方いらっしゃると思いますけど、そのところでこれ波形ですが、読んでいくと、まあ、ビッグダイとか使うと壊れたビッグダイがこう前に出てきてここを読みづらいとかっていうのがあると、これクオリティの綺麗さがどれぐらいかってことで、数字増えれば増えるほど綺麗ってことなんですが、やっぱり読み始めちょっと汚くてちょっと綺麗になったかなと思うと、そのビッグダイが壊れたんで出てきてちょっとクオリティ下がってまた良くなるって、こういうのを見た時に、じゃあ、この辺までがクオリティ低いからここまで切って使いましょうとすると、コンピューター上でここまでを切ると一緒にこう塩基も同じところが切れて2つのファイルをセットで使うことができる、そういうデータの扱い方をしてました。じゃあ次世代シーケンサーも、まあ、基本的には同じだよねと同じなんですが、どうなってるかというと、ファストキューファイルっていう構造を取ってます。で、基本的には一緒ですね。あの AB1 ファイルとフレットファイルをくっつけてます。で、さっきは1つのシーケンスに対して一つの PHD ファイルだったんですけど、次世代シーケンサーデータが多いので4行で表しています。まずこう名前があって、これは何とかっていうシーケンスですよ。で、塩基配列がこちらってありますよ。で、ここから次が、クオリティですよ。で、そうするとこうわけのわからない暗号みたいなのがダーって出てるんですけど、これ ASCII コードって言って、一つの、アルファベットないし記号が2桁の数字を意味しています。で、どういうことかっていうと、下見てあげればいいんですが、例えばここ見てあげると T でクエスチョンマークついてます。で、クエスチョンマーク何かっていうと、下立って見てあげるとこれ31なので、ここは T でクオリティが31っていうのが、データとしてはここの部分、本当はですね2桁になっちゃうとデータ倍になっちゃうんですけど、これを圧縮してあげてこういう形を取ることでデータ量を減らすことができる。
で、データ量減らすのも、例えばそうですね、10メガのものが、7メガになるよというと、まあ、そんなにまあそこまでやらなくてもいいかなというイメージがあるんですが、これがこう数千人とかっていうゲノムシーケンスの規模になってくると、じゃあ、4ペタと3ペタっていう違いになって、1ペタがじゃあいくらお金かかるのかってすごい金額になるので、こういう圧縮技術っていうのが、後でちょっとまた話しますけど、大事だよっていうことで、こういう、工夫がされてます。じゃあですね、触ってみようと思います。もう一回ここで聞こうと思います。この中でですね、普段、ま、Windows 使っていらっしゃる方ってどれぐらいいらっしゃいます？やっぱ多いですよね。じゃあ Mac 使ってらっしゃる方、はい、あんまりいないですね。であと Linux 触ったことあるっていう方はいらっしゃいますか？あ、ちょっといるんですね。はい、ありがとうございます。じゃあですね、今日は、まあ、知ってる方からすると簡単なんですが、初めての方はちょっとどういうことか分かんないところもあるかもしれないので、まず CentOS っていうのを、触ってみようと思います。まず CentOS も立ち上がっていると思うので、 Firefox を、起動してください。で、 Firefox ですけど、ここにアイコンがあるので、これをクリックすると出てくるので、まあそんなにあの Windows と変わらないかなと思ってます。ちょっとこっちでもどうしようかな、どっちがいいかな、取り出して、これで、そしたら、よいしょ、あの今回の AJAX 津軽って多分 Google で入れたら、このサイトすぐ出てくると思うんですね。で、出したら、講習資料はこちらのサイトをご覧くださいたので、これでタブとかでこう選ぶと、今日の資料出てくるんですけど、まだこっちは触らないで、先にですね、ウェブサイトの方から実際にファイル取ってくると。見たりするとこからやろうかなと思います。で、戻しますね。で、Google 今もう起動してると思うんですけど、Google のところでじゃあ入れてもらいます。Google で NCBI-SRA っていうのを入れて検索すると、多分一番上に NCBI の SRA サイトが出てきて、そこをクリックすると、あの NCBI のウィンドウが出てきて、そこでですね、あの検索かけれるところが出てくると思うので、そこまでちょっと。やっていただこうと思います。もしあの分からなかったら、この辺り後ろにいらっしゃる先生はまあまずできると思うので。ちょっと切り替えながらやりますね。中にもいたんです。こういう SRA サイトって出てくるので、ここで、まあ、あのお配りした資料にありますけど、SRX160560 っていうのを、160 5 5、でこう入れてあげると、こういうサイトが出てくると思うんですね。で、ここでこの番号 SRR522868、 今日ちょっとこの細かい ID の関係性は説明しないんですけど、ここちょっとクリックしてあげてください。そうすると、こういうサイトはですね、なんかいろいろ書いてあるんですけど、このところで、次に、よいしょ、リードっていうのがあるので、そこを選んでください。この2番目のタグのところですね、ここ。リードっていうのは。で、そうするとなんか、もにょもにょもにょって出てきて、で、これだとこう、なんかバーがいっぱい並んでて、ここに延期が入ってありますけど、ここのクオリティスコアっていうのを一緒にチェックボックスにチェック入れてあげてください。こういう感じの状態になります。最初にもう一回話しますね。最初にそのさっき言った SRX160505 っていうのを検索して、そうするとページが出てくるので、 SRR522868 っていうのを選ぶと、こういう感じのページが出てくるので、リードっていうのと、クオリティスコアっていうのを押してあげると、こんな感じになると思います。ここまで、行きました。ちょっと早い。たどり着けてない。今日はですね、初心者の方メインなので、行ってないって人がいたら諦めないで待ってくださいって言ってください。そっちの方がメインなので、できる人は別に今日聞かなくてもいいので。出ました？出てない方いらっしゃいます？全員出ました？大丈夫ですか？大丈夫です。
はい、じゃあ、こう配列が出てきたと思いますけど、これ何のデータかっていうと、よいしょ、さっき最初に説明したところのイオンプロトンって話がありましたけど、それのアニク分みたいですね、ファイルシーケンスっていう最初のシーケンス、次世代シーケンサーです。これのデータです。で、見てあげると、ここにですね、ここ大なり小なりのマークがついて、ファーストファイルと一緒ですけど、これがシーケンスの ID ですね。で、これ配列がこう ACGT が書いてあって、クオリティが2桁で出てきます。で、これはもともとは本当は内部構造では圧縮されてるんですけど、表示するときにこう展開していると。で、これが特徴で、さっき言ったその ACGT っていうのをイオンプロトンと一緒で、これはまあ、反応の、傾向強度なんですけど、イオンプロトンは pH の変化ですが、1塩化2塩化っていうのをこの高さでこう見るんですね。で、これ見てあげると最初の赤で出て T で、次が C で、で次が A で、で次が黒のところでこう長いのが出てるんで、これはまあこの高さと比べると倍出てるんで、ここは GG かなっていうのが、ここ見てあげると配列で TCAGG って2つ GG になってるのは、ここですね、 G が2つかなっていうので出てます。で、もうちょっと見てあげると、この辺になってくるとこう CC かなとかっていうので、配列を連続の光塩化ったところは高さが高いっていうので示しています。で、こういうこの例えばこう TTTTTT とかっていうのを高さで見るので、やっぱりこう長くなってくるとちょっとクオリティが下がるっていう弱点があります。これがパールシーケンスとか、それからイオンプロトンの、シーケンスデータとなってきます。じゃあ次はですね、また違うやつ触ってみようと思います。じゃあ今度は、また SRA に戻って、DRX005949 っていうのをやってみましょう。でまた基本的には同じで、検索した後こうクリックしてあげて、リードって選んであげて、クオリティっていうのをこうチェックしてあげると、よいしょ、こういう感じで出てくると思います。で、これは、今度見てあげると、またここは一緒ですね、こうリードの名前が書いてあって、塩基配列が書いてあって、クオリティが2桁で書いてあって、なんかまた出てきてると。で、なんか、なんで2つ書いてあるのかなって見ると、ここがドット1とドット2になってて、これはシーケンシングした時のペアになってます。これが、どういう、PCR の時にプライマー2つ使ってフォワードリバースありますけど、一緒でシーケンシングの時に、さっきガラス基板上で PCR するって言いましたけど、あれのどっちかなっていうのが、フォワードとリバースで配列が出てくる。で、これは、まあもうここまで来たら想像つくと思いますけど、これがイルミナのシーケンサーのデータセットで、クオリティさっきのと比べるとちょっと綺麗かなっていうのが数字見ると分かるんですけど、ちょっと短いけどクオリティがちょっといいのが出てくるっていうのがイルミナのシーケンサーの特徴です。じゃあ次は何かっていうと、また次に行きます。で、今度はじゃあ SRX627421 っていうのに行ってみましょう。もうちょっとこれが続きますが、お付き合いください。 SRX627421 でしょ。で、267クリックして、ここがですね、出した方がいいかな、ごめんなさい、よいしょ。で、次ですね、ちょっと一番上じゃなくて、この267っていう上から3つ目のやつを選んでください。ちょっと選んだシーケンスリードがあるので。で、267クリックして、リードクリックして、クオリティスコアっていうのをこう、まあ、クリックしてあげると、こうか。で、こういうデータが、出てきてますね。で、クオリティスコアをクリックして、こう出てくると、また同じなんですけど、ここにリードの名前が書いてあって、配列がこう、ずら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 って書いてあると。で、このうちの、どれかな、8番目のやつ、ここを選んでもらうと、こうなんか、いきなりこう、塩基配列でここまで埋め尽くされてって、あれと思って、こう、下を見てあげると、ずーっとこう、配列が続いてるんですね。これも
シーケンサーのデータです。さっきあのファイルマークのデータとイルミナのデータと見ましたけど、今度出てきたこうシーケンスデータはもうずっとこうすごく長いと。で、その下にクオリティバリューが今度出てくるんですけど、クオリティバリューも当然こう1延期ずつ対応してるんで長いんですけど、なんかこう数字見ると、あ、1桁の数がなんかやったらめったら多いなっていう、こういう感じのデータですね。で、まあお分かりと思いますが、こいつはパックバイオのデータですね。パックバイオなので、さっき言った通りすごく長く見えます。ただクオリティはイルミナと比べるとちょっと落ちるんですけども、やっぱりこのすごく長く読めるっていうのは、さっきあの出した通り、人のゲノムの多様性を見るところで結構重要な特徴があります。そうですね。で、大体これが長さが今9キロ、10キロ弱ぐらいです、ね。まあ10キロで一番切れちゃってるんですけど、もっと長いのもあります。じゃあ次、配列サーの最後になりますが、よいしょ、今度 SRX の、あ、違った、 ERX の71279731、よいしょ、で検索してあげて、今度は一番上ですね、53をクリックしてあげて、でまたリード選んで、これは一番いいデータで、クオリティスコアをこう、選んだりすると、よいしょ、ごめんなさい、操作されするとこ映さなかったんですけど、でそうするとまあこういう感じでまたなんか長いのが出てきました。で見てあげると、またさっきと一緒です、ずっとこう ACT がまあ、あの一個ずつ見る必要ないですけど、なんか綺麗な色のが並んでて、でクオリティバリューもこうずらーっと綺麗なのがなんか並んでて、あ、なんかさっきよりはちょっとクオリティ2桁のが多いなっていう感じですね。で、まあ、あの想像通りナノコアのデータということになります。でこれもこれ10キロで切れてますけど、ずっと長くて、これもあのパックバイオと一緒ですごく、20キロベースとかっていう長いデータを見ることができます。でここまでで一応最初の、次世代シーケンサーの特徴っていうのを皆さんにちょっとデータ触りながら見てもらいました。まあいろいろシーケンサーたくさんあるんですけど、まあ、主にですね、よく目にするものとしては、イオンプロトンとハイセックと、パックバイオと、それからナノパワーっていう最近出てきたやつ、この4種類がまあ最近見ることになるかなと思いますけど、それぞれあのシーケンシングのした後のビートのデータを見て、配列がどうなっているか、長さがどうとか、あとはシーケンシングその、特徴、それからクオリティの感じっていうのをこう見てもらって、あ、こういう特徴があるんだなっていうのが、まあ、少し見えたかなと思います。じゃあちょっとここまででまず、最初の次世代シーケンサーの基礎のところと、次世代シーケンサーのデータ触ってみるというところでしたけど、ちょっと最後まで待たずに、もしここまでで、まあ、多分追いつけなかった方いらっしゃるとは思えないんですけど、ここまでいかなかった方います？大丈夫です。できました。じゃあ逆、あとはじゃあ逆にここまでで何か質問とか、まだ基礎だからないか。大丈夫ですか。はい。じゃあちょっとここで少しこう話題を切り替えていきたいと思います。じゃあこうやって次世代シーケンサーを使って配列がたくさん読みますよとか長く読みますよとかできるようになったんで、それを使って何ができるかということで、いろんな方法がありますけれども、明日は遺伝子の発現解析しますが、今日は疾患ゲノム解析っていうのの基礎ということで、ちょっとデータ触りながらお話ししようかなと思います。で、すいません、あのお配りした資料に入ってないんですけど、ちょっとあった方がいいかなと思って2枚ほど追加しました。2000年にドラフトシーケンスっていうのが出たんですね、ネイチャー。これタイムの表紙ですけど。でフランシス・コリンズとクレッグ・ベンターがいて、まあ、それでこうタイムの表紙になって、でこれどういうことか、まあ、本とか読んで知ってらっしゃる方いらっしゃると思いますけど、まあ、アカデミックのグループで、フランシス・コリンズがまあチームの、リーダーになって、日本も当然参加してシーケンシングプロジェクトに参画してましたけど、ベンターが会社立ち上げて、あの俺はアカデミックとは別に一ゲノムの配列を決めるんだみたいなこうアピールをして、どうしてもこう2000年頃に1回こう出さなくちゃいけないっていうことになりましたので、
ドラフトっていうそのまだ完成じゃないんですけど、まあ、9割方できましたよって論文でこう1回ネイチャー特集に出します。これが記者会見の様子で、理研と DDBJ と慶応のグループの先生方がこう記者会見をしたっていうところで、あの先日あのお亡くなりになってしまいますけど、僕のお師匠さんの清水宗先生とかが、まあ、記者会見でこう発表されました。でこの時に決めたのが人の3兆億文字の配列っていうところなんですが、多分ちょっとは皆さん思ったことがあると思うんですけど、じゃあこの決めた配列は誰のなんだろうっていうのがよく当時から聞かれたんですけど、あんまり知らない、あ、知ってる人が少ないみたいなのでちょっとお話ししようかなと思います。で今もう個人ゲノムプロジェクトっていうので誰々さんのシーケンシングだとか今日も出てきますけどやってますけれども、このじゃあヒトゲノムのレファレンス配列、参照配列ってみんなが使ってる配列は誰のかっていうと、あの97年にこちらのニューヨーク州のバファローっていうところがありまして、マンハッタンの辺ですね、ちょっと北の方ですけど、ここで新聞に、まあ、今度最新のこう、研究をするのでボランティアを募集してますっていうふうにして、50人ぐらいいらっしゃったそうです。でそのうちの10人の男性と10人の女性から50ミリ血液いただきまして、でそのうちからそのうち2人の男性と2人の女性からDNA ライブラリーっていうのを作りました。 DNA ライブラリーっていうのはヒトゲノム3兆億文字あって長いので1回15万文字ぐらいずつに切って大腸菌でクローニングをします。でその15万文字をもう1回こう切っていくって作業をするんですが、その15万文字を持った大腸菌のクローンのセットを、バックライブラリーっていうんですが、そのライブラリーを作ったんですね。で4つ作ったうちの、匿名の男性の1名のライブラリーが一番あのインサートの長さがですね15万文字も揃ってたので取り使いましょうってなったのが RP11ってやつで、こうボランティアの中から11番目の人が選ばれた。で一応女性も13番目の方でこうやって入っていくことです。でこれをですね主にアメリカのグループがたくさん使って読んだので、大体みんなが今ウェブサイトで見ているヒトゲノムっていうのうちの7割ぐらいがこの97年3月にここにいたある一人の男性の配列で、残りが一緒の当時いたボランティアの女性と他のチームメンバーは他のサンプル、KO は日本人の、血液から取った配列を決めたので、大体7割がある人だけで残りが違う人なので、こう継ぎはぎになっているので、どうしてもこう配列が揃ってないところとかもあるので、これがあの今、個人個人のゲノム配列を決めるところで、参照配列にするときに、どうしてもこの部分とこの部分がかなり違うとか、これヨーロッパの人なの、コケージャンなので、日本人とかなり違う配列があるみたいなところで、こう人種ごとのレファレンスがあった方がいいんじゃないかって話もあります。で、まあ、ただ実際にはこれ今まだ使っているので、今日もこういうのを使う場合の話をしていこうと思います。でそのレファレンス配列に対して次世代シーケンサーとか、まあ、キャピラリでもいいんですけど、シーケンシングをしてあげて、どこが違うかなとか、どこにこの配列がくっつくのかなっていうのがリシーケンシングという方法です。で何もないところから全部配列決めるのはデノボのシーケンスですけど、基本的にはあのコストの問題とか計算の問題があって、僕らも含めて医学系のところとか人類連携のところだとゲノムのリシーケンシングをしているところが多いと思います。でリシーケンシングの方法もいろいろあるんですけど、一番の、シンプルでパワフルなのがホールゲノムシーケンスで、染色体全部をブチブチブチって切ってもう全部読んじゃうっていうのがホールゲノムシーケンス。でただ、まあ、イメージすると分かりやすいと思うんですけど、全部読むとあのお金もかかるし、あと、データもすごく多いので解析も大変ということがあるので、どちらかというとこう、まだですね医療系診断系のところだとキャプチャーという方法が取られます。キャプチャーというのはブチブチに切ったところから自分の見たいところだけを集めるという方法です。集めるときにはRNA か DNA で1本差のフラグ、プローブにアニーリングって、まあ、2本差 DNA くっつきますので、くっつけて回収してくるっていう方法が取られます。でこの取ってくる方法も大きく分けて2つありまして、1つがエキソーム、もう1つがターゲットリシーケンスの方法です。で全ゲノムシーケンスの場合は全部読むので、バイアスがどこがこう読まれやすい、どこが読まれにくいっていうのが少ないので、染色体上のどこにこう欠失があるか、データ量が半分だったらここ1本しかないんじゃないかなとか、1.5 倍あったら増幅してるんじゃないかとか、それから逆位ですね、あの染色体がこうひっくり返ってるとフォワードとリバース、あのさっきあの、シーケンスのリード見ましたけども、フォワード側とリバース側で出てきた時にある場所が、ここでフォワード側がここで、
リバース側がこっち向きでこうってこの辺離れてたら多分この間で染色体がひっくり返っているだろう、そういうのが、分かりますけれども、ターゲットでシークエンス、エキソームとかターゲットでシークエンスになると、例えばエキソームだとエキソームのところしか持ってこないので、どうしても形質とか増幅が見づらい、見えないわけじゃないですけど見づらくなります。ただ置換とか小さいインサーションデリーションは見えます。でターゲットでシークエンスになると、この後ちょっと話をしますけど、心疾患だとか精神、すいません、心疾患だとか神経系の疾患だとか難聴だとか、それぞれの疾患ごとに対象の遺伝子を決めてシーケンシングをするので、すごくこう対象量が少ないから一度にたくさんの検体を読むことができるという利点があります。まとめてみると、全ゲノムシーケンスだとコピーナンバーバリエーション CNV っていうのは、すみません、略称なんですけど、どこがこう多いとか少ないとか、それからインサーション、ひっくり返っているその逆位とかの構造だけのも見ることができますし、キャプチャーガイドが少ないっていうのもあるんですけど、検体あたりのコストが高くなる、それからデータ量がすごく大きくなっちゃうので、サーバーノートパソコンじゃちょっと厳しいなというところです。でエキソームになってくると対象の範囲が少なくなってきて、シーケンスの量少なくて済むので費用対効果が高いし、あとエキソームシーケンスというのはやっぱり今まだ一番多いので、多型の情報がたくさんあるんですね。で多型の情報がたくさんあるということは、患者さんと健常人で比べたときに、あ、これは健常人で見つかってくるから、原因じゃないなとかっていうのが分かりやすいですけども、他の人たちが見てないところを自分が新しく見た場合は比べる対象がないので、それが病気と関係しているか、ある表現系に関係しているかっていうのはなかなか分かりづらいと。でただ弱点としては当然そのエキソームで取ってきたところしか見れないので、イントロンだとか、インタージェニックリージョンとかは見ることができませんよってことです。でそれからターゲットでシーケンスになると、もうちょっと安くなっていくのと、もう一つ倫理的な問題が少ないっていうのがあります。今日話さないんですけど、どうしてもその全ゲノムシーケンスとかエキソームシーケンスをしてしまうと、去年話題になりましたけど、アンジェリーナ・ジョリーがあのマステクトミーをこうして両方のこう乳房を取ったわけですけど、あれは自分の遺伝子でブラックワン2という遺伝子のミューテーションがあったので、あ、乳がん、卵巣がんになりやすいので、予防的な切除っていうのを行ったわけですが、もしですね、あの自分がある、代謝系の疾患の可能性があるときに、どっかのところにこう頼んでシーケンシングをしてもらったと。でそしたら代謝系の結果を見たかったのに、あなたはブラックワン2にミューテーションがあるんで乳がんになる可能性が高いですよって言われると問題が出てきますね。それをインシデンタルファインディングスって言うんですけど、その問題がターゲットリシーケンスだとないので、そのあたり少しそれぞれの、手法によってですね、シーケンシングっていう、技術的な問題と倫理的な問題も少しこう地続きになってて両方が絡んできます。で、さっきあの、コケージアンのシーケンスがレファレンスになってますよって話をしましたが、じゃあ、日本人はどうなってるのかなっていうのをちょっと出してみました。で日本人だと1000ゲノムプロジェクトっていうのが進んでまして、今、1000ゲノムと月2500人なんですけど、2500人の全ゲノムシーケンス、エキソームのデータ と、薄読みのですね、データ量の少ない全ゲノムシーケンスデータが無料で公開されてて、誰でも使うことができます。もうネットにアクセスして日本人のデータを落とそうと思ったら誰でも使える、オープンデータです。でそれから、理研がですね、2010年に日本人の個人ゲノムっていうのを解読しまして、これも、データベースビリビリに登録されています。でそれからあと数が増えて1208人、ただしこれはエキソームのデータですけど、これも、バリエーションのデータということで京都のグループを中心にしてこういうデータベースが公開されているのと、もうつい先日ですけれども、東北メディカルメガバンクっていうその僕が所属しているグループの東北大学のこのグループの長崎先生が、筆頭著者になりまして、1070人の日本人の全ゲノムシーケンス、しかもこの全ゲノムプロジェクトのパイロット、最初のと違って30掛けっていう十分量のデータがあるあのデータセットのシーケンスを出して、こちらもですね、5% 以上の多型データを使うことができます。でじゃあこういうあのいろんなゲノム情報出てきたので、どんな解析ができるかっていうと、一つが、疾患ゲノム解析っていうその僕が昔やってたところで、少し難聴の患者さんの例を出してですね、簡単に説明しようかなと思います。で難聴患者さんはおよそ出生1000人に1人で、全部 その先天性疾患の中で一番多くて、およそ半分が遺伝性と考えられています。で先天性難聴の原因としては半分が遺伝性なので、そのうちの全体のうちの 38% が常染色体劣性
1割が優性が X 連鎖で非遺伝性、ウイルスの感染とかですね、であと非遺伝性で危険因子がないっていうものですけれども、こういう形で分かれてます。で、あ、今日ですね、この辺の話がちょっと前提になって、作っちゃったんですけど、こういうその上染色体劣性とか上染色体優性っていうのが分かる、ごめんなさい、分からない方って聞くと、分かる方ってどれぐらいいらっしゃいます？数人、はい。ですね、ヒトゲノムはデュプロイドなので、お父様とお母様から1本ずつ染色体をもらってます。でそうすると基本的に2万2000から2万3000と言われている遺伝子は全部2つずつあるわけですね、体の中に。で例えば、1つのその2つあるうちの1つの遺伝子にミューテーションが入って機能が変わった場合、機能を獲得してしまって何かの形で、例えばある、シグナル伝達の遺伝子がミューテーションが入ったせいで休んだり動いたりしなくちゃいけないのがずっと動きっぱなしになって、それがいい方に働かなくて病気になる場合は上染色体優性で、それが上染色体なので1番から22番どっかになった場合はこれですね。で一方でお父さんとお母さんからもらったやつの片方が壊れてても大丈夫だけど両方壊れてもダメっていうのが上染色体劣性です。でこれイメージしやすいのは、上染色体優性っていうのは自転車を考えてください。自転車の片方のタイヤ取れちゃうと走れない。上染色体劣性の方は被着を考えてください。被着2本持ってて片方なくなっても組めるけど、両方なくなると組めなくなっちゃう。その違いです。で、X 線検査性っていうのは、これのうちの、上染色体じゃなくて、そのうちの、ミューテーションの原因が X にかかってるやつで、これもちょっと男性だと1本しかないけど、女性だと2本なので、少し遺伝形式が変わってきます。で、今日ちょっとその辺も出てくるので、ちょっと頭に置いておいてください。で、難聴の原遺伝子の遺伝子座っていう、その人の2万2000の遺伝子のうち、どれが難聴と関わっているかっていうのをこう当然こう調べられているので見ると、オートゾーマル上染色体の劣性は赤で、上染色体の優性は青で示してあって、まあ上染色体1番から22番までのこういうところにある。で X 連鎖と、あとシンドロミックっていうのはその難聴以外の他の症状も出ちゃうやつですね。でこういうふうにあるうちのこの GJB2GJB6 っていうのが主に日本人の遺伝性疾患の3分の1がここにミューテーションがあるんですが、どうしてこんなにたくさんあるかっていうと、まあ、イメージすると分かりやすいと思うんですけど、電話かけるときに電話線通って基地局から電波飛んで届くんですけど、どっかが切れちゃったら当然かかんないわけですね。で耳も当然外耳から神経までのどこかに変異が入って、機械的あるいは電気生理学的な変化が起きると聞こえが悪くなるということで、どこに原因があるかを調べなくちゃいけないんですが、でどこに原因があるか調べるっていうのは、一つはもしですね、ここから前のとこにミューテーションが入って機械的にうまくいかない場合は、人工内耳っていうのを埋め込むことで比較的早い段階に手術をすれば聞こえるようになるんですけれども、神経系の方までいってると人工内耳を埋め込んだとしても元々受け取る細胞は、障害があるので聞こえないということになります。でそういう診断ができると。でそのためにはこれ生育療センターの松永先生に以前いただいたものを少し改変したものですけれども、聴力検査をして、まあ、病歴を聴取した後、まあ、症候群かなとか遺伝じゃないだろうな、で遺伝だったらまず、日本人で多いっていうその JGB2 とか、それからまあ感染性だったらサイトメガウイルスとか巣が抜けてますけど調べます。で JGB1 の変異が1R だったらこっちとかっていう形で、さまざまなこう聴覚検査と遺伝子検査すいません遺伝子検査を組み合わせてやってたんですが、もう全部いっぺんに JGB検査でやってしまえば分かるんじゃないか、そういう方法が取られるようになってきてます。でこれが松永先生と一緒にやった時にこれを調べましょうといったもので、さっき言ったターゲット自身遺伝子ですね。なので基地の非症候群性難聴と症候群性の、遺伝子と、それからマウスのこう研究だとか、あとは、パラログ遺伝子とかそういうのを含めて150個の遺伝子、2万2000のうちの150個だけ調べますよっていうので、この遺伝子を調べられるキャプチャーを作って解析をしました。で対象としたのが、まず家系情報がないといけないので劣性の家系と優性の家系ですね。さっき言ったのをちょっと思い出してください。劣性だとお父さんとお母さんから染色体をもらいます。お父さんからもらうのとお母さんからもらうの両方とも壊れた場合、試薬が両方とも壊れた場合は、症状を出すのが劣性家系、劣性遺伝なので2つミューテーションを持っています。で一方で優性の場合はお母様が例えば難聴で
お子さんも男の子も難聴の場合はこれは優性遺伝と、一つお母さんからもらったらお子さんも病気になる、こういう形で大体遺伝形式が予想されます。でそれに基づいて家系図を書いて誰が発症しているかと、この人を、シーケンシングすれば、ミューテーション見つかるんじゃないかっていうのをこう、経験的に選んでですねシーケンシングします。でそうすると、15家系当時ですね、15家系の解析をしたうち7家系においてミューテーションが見つかりました。でかつこの家系6というところですけど、家系6についてはイギリスですね報告があったんですけど、劣性遺伝といっても同じ遺伝子に2つミューテーションが入っているのではなくて、別々の遺伝子に1つずつミューテーションが入ると症状を起こすという、そういう形のミューテーションを起こしているのが分かりました。でこういう形で次世代シーケンサーを使うと、まあ、ある遺伝子あるミューテーションを調べようという時に一つ一つこう調べていくという方法よりもドバッと最初に調べて後から解析するという方法が取る、そういう方法を取ることができるということです。じゃあ実際に皆さんですね疾患ゲノム解析っていうのをちょっとやっていこうと思うんですけども、実際にですねこの疾患ゲノム解析を皆さんにコマンドラインっていうそのこの後やりますけど、Linux 使ってやるってするととてもですねあの基礎のところから話して90分に終わるわけがないので、いろいろこう抜粋にしたのを体験しようかなと思っています。で今日やるのは富田先生のゲノムです。富田先生はあの慶応の SFC っていう藤沢キャンパスのところで情報系の教授をやってる先生ですけども、この富田先生のご自身のゲノムシーケンスっていうのをあの当時講師だったかな、あの荒川さんが、まあ中心となってですねゲノムシーケンスをしたというあのケースがありまして、こちらのデータも全部自由に使うことができます。なのでちょっと荒川さんにも確認して今日使わせてもらいますよってしました。ただ当然その富田先生ですね遺伝性疾患の患者さんではないので、あの富田先生の配列を使って、僕がわざとですねアーティフィシャルに患者さんのこうミューテーションと同じ、配列になるようにインシリコでミューテーションを入れました。でそのデータを使いました。で実際そのデータから解析するのも可能なんですが、ちょっと端折っていこうと思っています。で次世代シーケンサーで、まあ、ヒトゲノムの多系解析あるいは変異解析をするときにどうやって流れをやっていくかっていうと、まあ、今日はちょっとこういう流れ的なものをこうイメージを持っていただければなと思っています。でまずこう次世代シーケンサーが出てきたファースト Q、 さっき出てきましたねあの4行のやつ、あのファースト Q ってやつをどうするかっていうと、まずそのどのデータがきれいかなとか、あとは、それよりもうちょっと前に言ったガラス基板上で PCR をしてシーケンシングをするという話がありましたけど、そうすると DNA の断片にまずアダプターというのをくっつけるからアダプターの配列が入ってくる可能性があるんですね。なのでアダプターの配列が入ると当然こう人工的な配列なので人のゲノムとマッチしないので、そういうのを取るという処理をこういうファスト X ツールキットとか、まあ、他にもいろんなソフトあるんですが、そういうので配列をまずトリミングというのをしてきれいにします。でその後 BWA とかノバラインとか膨体とかいろんなその、レファレンス配列、さっき言ったその、アメリカに住んでたバッファローに住んでた方のレファレンス配列と比べっこして、このシーケンスのリードはどこにありますかという位置を見つけるという方法をします。でその後、こちらですね、BWA は特にですね、高速にこうやるためにある程度こう精度を落としてやっているので、そこにくっついた配列と必ずしも一番適切な並べ方でないっていうことがあります。これちょっとなかなかイメージしづらいと思うんですけれども、今日はちょっとそこを飛ばさせていただきます。でその出てきたこの一時的なデータをきちんと並べ直すっていうのを、リアライメントっていうんですけど、それをこうピカードとかそれから GATK ソフトを使って並べ替えをきちんと並べて、きちんと精度の高い配列多系解析できるような形で準備をします。これで綺麗なデータできたので、次は多系を抽出します。GATK というソフトを使いまして、レファレンスと同じか違うかというところを見ていくと多系が見えてくるので、それを VCF というフォーマットで多系情報を集めます。あとは VCF ツールを使ったり、スニップイフというのを使ったり、アウトバーで、まあ、いろんなソフトを使って、この出てきた多系というのは、レファレンスが A なのが、この人は G でしたよ。それから、データ量が厚みがこのぐらいでしたよ。5リードありました。あとクオリティが1個、これぐらい綺麗でしたとか、そういうような情報はあるんですけれども、その
波形が何を意味しているかという情報がないので、そこにアノテーションという方法で、これはどの遺伝子のどこですよ、あるいはこの塩基置換によってアミノ酸が、メチオニンからバリンに変わりますよ、そういう情報をつけていきます。でそうすると出てきたのを見ると、あ、この遺伝子にミューテーションが入っているので、あ、これはこういうことが起きるんだなっていうのは、もうここはもうバイオロジストだったらイメージがしやすいと思うんですけども、こういうことでこの患者さんはこういう病気になるんだなとか、こういうことでこの細胞はこうなっているんだなとか、こういうことでこのがん細胞は、こういう機能を持ってしまったんだなっていうのが見えてくると思います。で実際のその解析をするときにデータどれぐらい出てくるかっていうのをちょっと出したんですけど、慶応その富田先生のゲノムデータはこちらの DRA000583 である、これをあのさっき SRA ってところで入れればデータ出てくるので、ダウンロードしようと思ったらダウンロードできますし、解析しようと思ったら解析もできるんですけども、じゃあそのデータどれぐらいサイズかというと、 SRA っていう、まあ、これあの SRA ってサイトと SRA ってフォーマットがあるんですけど、フォーマットの方ですが、このフォーマットでだいたい80メガぐらいのデータ量です。80ギガですね。ちょっと大きいかなと。でそれが、この中に圧縮されているので、これを解凍してあげて、もしくは抽出してあげて、さっき出したそのファスト Q っていうのを4行のやつにするとデータがでっかくなって、だいたい400ギガぐらいのサイズ。こうなってくるとちょっとこうメールで送るとかってサイズじゃないのが分かってくると思います。で、これがファスト QGZ っていう、あの圧縮したり解凍したりっていう、この GZ とか BG2 とか、この方法を使うと、まあ、だいたいこのサイズが100とか80ぐらい、このぐらいサイズになるんで、DDBJ ではこれで配ってる。ちょっとさっき見たら、BG2 で配ってたデータが僕のこの2日間でいきなりなくなったりしたんで、なんかしてるんですかね、今日。経電で落ちました。あ、そういうことなんですね。了解です。なのでこちらの形で配布されているので、これは解凍するだけで使えるけど、これはちょっとSRA ツールキットというソフトを使わないとファーストキーにすることができないです。なので、こちらも出しているんですが、どうしてもそのこれとこれ両方持ったらデータ量倍になっちゃうので、必要なこうストレージサーバーのデータも倍になると。でこれがまあ1つだったら、まあ、80ギガ増えちゃうなっていうのが、じゃあ1000人だったり1万人だったりすごいサイズになっちゃうので、圧縮っていうのが重要になってます。でこれをこのファストファイルをレファレンスの配列と比べてあげて、どこにあるかなっていうのをすると、当然その位置情報が入ってくるのででかくなります。だいたい500ギガぐらい。でこれぐらいになってくると、もうちょっと普通の解析を考えたときに、もういわゆる解析サーバーっていうのを入れないとできないと。でただこれは全ゲノムシーケンスなので、エキソームだとだいたいそのエキソンってヒトのゲノムの 1% ぐらいなので100分の1になる。だエキソム解析とあとこれが数ギガンなので、エキソム解析だったらあのノートパソコンとかでも当然解析できるんですけど、どうしてもこうホールゲノシーケンスになってくると、これはとてもですね、10人の人を比べてとかっていうと、もうテラバイトでレベルになっちゃうんで、もう触らないとできません。でただサムファイルやっぱすごく大きいので、バイナリっていうバイナリ変換する方法がありまして、それで圧縮するという方法を使ってます。でこれバムファイルって、これがあの一番よく使っているデータですけど、最近はさらにですね、あのクラムっていうあのデータの圧縮方法を使って、さらにこの160ギガを80ギガぐらいまで縮めたりということも考えています。これもですね、一つのデータだったらそんなに差がないんですけど、やはりさっき言った通り、数ペタとかってなってくると、とてもその億単位の金額で変わってくるので、この技術がですね、今発達して、ただまだバムがやっぱり一番使われてますけども、今後こちらに変わっていく可能性もあると思います。でもう一つが最後の VCF で多形情報だけになるので、配列で全部なくなるので、もう桁は全然違う、 1.2 ギガぐらいになるということです。でちょっとこのクラムのところを説明すると、サムからクラムっていうその配列、位置情報のデータからクラムっていうのをするときに何してるかっていうと、クオリティ値っていうのがさっきありましたね、フレットスコア、こう数字がこう2桁あるやつですね、あれが連続でこう全部ファースト級配列に入ってるんですけど、これをもうあのすっごく汚いからすっごくきれいまでを8段階ぐらい分けちゃえばデータ量少なくなるだろうという方法です。で具体的にはこれあの1個の、ファストキーの違いますね、サム切り出したやつ、サムの頭切り出したやつで、この配列の、クオリティ値があった時にこれをクラムという方法で圧縮してあげると、ここ見れば分かるんですけど、 B がずっと並んでるのは、これがあの
綺麗だなってやつは全部 B にしちゃうという方法にすると、まあ、少なくとも綺麗か汚いかが、まあ、これぐらいの基準で分かればこの変化が正しいかどうかっていうのは分かるよねってことで圧縮する方法です。で、データの流れで今度考えるとオリジナルのデータとしては SRA とか FASTQ とか FASTQ11Z とかがあってこの辺はいわゆる僕らインフォマティシャンとかが使ったりとかアプリケーション開発で使うけど、まあアライメントしてあげてクラムにしたりしてあげてで VCF にしていくというこの辺までいけばどの遺伝子のどの部分がミューテーションが入っているというところのレベルまでいけばですねやっぱり医師でも遺伝カウンセラーとかあるいはここにいらっしゃる方の大半はそうかとは思うんですけどドライではないウェットの研究者でも、まあ、アミノ酸置換のレベルまでいけば扱うことはできるなというところでこの辺でですね VCF とファスト級とサムというのがこういう感じの位置づけになるかなと思っています。でちょっとビジーなスライドに入ります。この後触っててもらいますけど、フォーマットの内容ですけども、流れをこう説明したので、大体こうイメージがついてきたかなと思います。最初に配列データが SRA だったり、FASTQ だったり、圧縮してあるかもしれないけど、とにかく4行。名前があって、配列があって、まあ、こういう名前もう一回入る場合とプラスタゲンの時ありますけど、で、クオリティ値がこう、ASCII 文字で入っている。で綺麗か汚いかアダプターが入ってるかっていうのでちょっと切ったりするのでこれを染色体上のどこにあるかなって調べていくと、例えばこの配列は10番染色体のこの辺にありますよ長さこんぐらいですよで反対側のリード F と R ってあるのでフォワードリバースでリバースがここですよみたいな情報入るとともにさっき言ったそのクオリティが低いところこれシャープになってますけどこれを切ってあげるとここはなくなる。でこれがじゃあどういうふうな配列になっているかっていうのをもしくはポジションを見るっていうのは、今日はちょっと、体験版なので見れないんですが10番染色体のこの辺の位置にこれですねこの今マゼンダで囲ったこれがこの配列なんですけど見てあげるとここの位置がレファレンスと1個違うこの位置がレファレンスと1個違うということで2箇所配列が違うんですけどこいつをこの VCF に持っていくときに、じゃあこの場所785150065どうなってるかというと、785094997、785164でないんですよ。なんでないかというと、これ縦に見てあげると、これレファレンスが G ですよと、12345、ごめんなさい、隣でしたね、リファレンスが T ですよと、で、1234までが T で、1個だけ C ってことで、これは、1234、5個リードがあるうちの1個しか、違わないから、これシーケンシングのエラーかなと PCR の時に入ったのかもしれないしシーケンシングの時に入ったかもしれないですけど何かで配列が違っちゃったんだろうというふうに考える。このつまりも一緒です。上全部 A だけどここだけ T だということでこのアライメントの情報になったところから VCF にする時に足切りをします。もしここがですね1本しかで、ここ2本ですけど2本しかデータがないって言ったらこの部分にもし変異が変異っていうかレファレンスと違う配列があっても出さないようにしようと。その辺はですね、各研究者が、がんをやってるか、劣性遺伝をやってるか、優性遺伝をやってるかで基準がちょっとずつ変わりますが、こちらからここにするときに、さっきデータ量を出しましたので、ものすごくデータ量減るっていうのは、ここから必要なところだけ取り出すので、まあ、情報が減るということです。じゃあ、あと30分ぐらいあるのかな。実際触ってみようかなと思います。第2回触ってみるということで、今度はターミナルというのをまあやっていこうと思います。じゃあ皆さんまた CentOS の方に戻っていただけるかなと思います。この辺りから多分サポートが必要な方が若干出てくるかもしれないなと思います。まずデスクトップで何もないところで右クリックすると端末の中に開くっていうのが出てくるのでそれ選んであげるとこういう味気ない画面が出てきます。ターミナル開けないです。大丈夫です。こういうのはよいしょこれターミナルって言います。でもなんかもうすごく文字しか書いてないし何がどうなってるか分かんないんですけど、まあ、とりあえずこうデスクトップってなってると思います。デスクトップもしかしたらひらがなになってる人いるかな。ひらがなカタカナ全員アルファベットですか。大丈夫、アルファベットから、はい、分かりました。ちょっと僕のじゃあ環境と違います。そうしましたら、ここで、今回作業をする場所を作ろうと思います。ディレクトリを作るっていう。
言うんですけど、ターミナル、これ今デスクトップ、ここに書いたのカタカナですけど、皆さんアルファベット、英語でデスクトップってなってますけど、ここですね、ダラーマークは打たないでください。ダラーマークの後ろに CD って打って、エンターってすると、これが多分ここにニョロがついてると思うんですね。移動すると思います。で、移動したら、次またこれ、ダラーマークは打たないで、MKDIR、 これはディレクトリを作るというコマンドです。皆さんがこう Windows とかで右クリックしたフォルダー作るというのをターミナルのコマンドで作るということですね。で、何を作るかというと、ここスペースを1個空けて AJAX_TSUGARU ってして、 Enter ってすると、この AJAX_TSUGARU っていうですね、ディレクトリができます。で、次がまた CD って書いてあるんです。今度は何にも入れるないんじゃなくて、スペース空けて AJAX_TSUGARU ってするとつがるっていう、アザークスつがるっていうディレクトに移動できるはずですので、ここまでまずやってみましょう。ちょっとやってみますね、こっちでも。わかんない、ちょっと見ててください。一緒にやる。今まずデスクトップ開いた状態ですけど、見えます？見えないかも。もし見えない人は横の画面を見てくれば。大丈夫だと思う。ここで CD ってすると、さっきこのデスクトップってなったのがこのニョロマークになって、これ場所移動したんですよね。で、これ CD の後に何でも入れないっていうのは、自分の、起点となるある位置まで移動しましょうっていうことなので、 CD の後ろ入れてないんですけども、これはですね、例えばそうか、こういうふうにしてもやっぱり同じ場所に行くんですね。で、これ何が違うかというと、CD っていく場所は自分の、起点となるホームのディレクトリだし、ホームディレクトリに移動してくださいとも同じ場所に行くので、これとこれは同じコマンドの意味なんですけど、とりあえずこれを CD と言ってデータすれば、とりあえずどこにいても自分の最初の場所に戻るということができます。で、ここでじゃあ今日作業する、ディレクトリを作るので、ここディレクトリで、日本語と英語でアンダーバーが違うんです。逆のパターンです。というか、違う。皆さんと逆の、ここですね。アザックス、ツー、ほら。ティッシュが上がる。ツーが、大丈夫。はい。そして、で、ここで、もう一回アジャックス、よいしょ、じゃあ、なんで、じゃあ、あれつがるってすると、ここがアジャックスつがるってなって、今ここが自分がホームディレクトリって、その自分のディレクトリのところの下にあるアジャックスつがるっていう場所に移動しましたっていうことになります。で、自分がどこにいるか分かんなくなったときは、PWD って打つと自分がどこにいるか出てきます。これだと、PWD って打つと、ここはインフォームってところのスラッシュっていうのは、フォルダの中にフォルダがあるとスラッシュでつながります。インフォームってフォルダの中にセンターとフォルダがあって、その中に、H アジャックスっていうフォルダがあって、アジャックスつがるっていうのがあります。これ僕の、ホームが H アジャックス13番っていうことですね。で、ここまで来ました。だからここで今日ちょっと配慮を触っていこうかなと思います。で、よいしょ。今日の一番最初に、ウェブサイト開いてもらいましたけれども、Firefox で、ここの URL、これ書いてあるんですけど、打つの大変なので、さっき言った通り、その AJAX つがるって打って、Google かけて、ウェブサイト出して、そのウェブサイトから、今日の資料っていうところで飛んだ方が楽だと思いますけど、このウェブサイト、さっき開いてるはずなんですけど、ここまでいけてます。分かんないっていうの恥ずかしい人いたら、一緒に見てください。よいしょ。これがさっき言った、このサイトですね。これどうやって言ったかというと、まずこう、AJAX つがるを Google で検索すると、このウェブサイトが出てくるので、講義資料はこのサイトをご覧くださいって言うと、ここに出てきて、この、次世代シーケンサーの取り扱いと疾患ゾーンに塗っていくと、こういう、ここに行きますね。大丈夫ですよね。で、じゃあここまで来たら、データ、ダウンロードします。で、どうやるかというと、まず、一番上からいきますか。01クリックして、こんなの出てくるので、ローって生データを押すと、開こうとしますので、ファイル保存してください。多分保存できたと思います。で、これで1個できたので、順番に4番まで落としていきましょう。
で次02番クリックして出てくるので、こう押すとでベッとこうテキストデータが出てくるので、これは名前を付けたページを保存ってするとこんな風に保存しますよって出てくるので保存としてください。でちょっと早口で次々といきますけど、4つ落としてください。4つの落とし方が分かんなかったら手を挙げてください。ファイルドフトにしてる VCA と本当ですか。いや分かんないですね。テキストいやテキストで大丈夫です。テキストはローにして、名前をつけてこれで保存 でこれで4つ保存できたはずです。でそこまでいったら、じゃあ保存できたと思うのでどこにいるかなと思うんですけど、多分ダウンロードってところにいると思うので、まず CD ってすると自分のホームディレクトリに行きます。でこの辺書いてないですね。全部書いた方が良かったかもしれないですね。で AS ってやると出てくるので、ここでダウンロードってあるのでダウンロードに行きます。CD のダウンロードかな、ダウンロードこれちょっと日本語と英語の切り替えがあるんで、僕もちょっと普段全部英語でやっちゃってるんで日本語入力どのボタンが最初分からなかったんですけど、でここで LS ってやると今ダウンロードしたこの4つが出てくると思います。ここまでじゃあまず行ってもらいましょうか。全部こう出てるので、まずとにかく分かんなくなったら1回CD ってするとホームに戻ります。自分のもうメインの場所ですね。どこ行っても基準点に戻れる。で次にダウンロードっていうところに行ってから、そこの中にどんなファイルがあるかなって見ると、この4つがありますよってところまで。で皆さんここまで行けたので、とりあえずファイルがダウンロードできたんだなって分かりました。そしたら、さっき言ったの自分のホームディレクトリっていう場所があるの でそこに AJAX ツガルって作りました。でそこで作業したいのに、今ダウンロードの中にファイルがあるので、ちょっと移動させたいなと思います。でとにかく分からなくなったらまず CD と、でそっと基準値に戻ります。でここで今度はダウンロードじゃなくて AJAX ツガルに行きます。で当然ここで LS っていうの中をファイル見ますよってコマンドなんですけど、見ると何もないと。ここで作業したいのに何もないので、ここから持ってこなくちゃいけないので持ってくるんですが、一つの方法としてはGUI 普段 Windows でやってる通り、ダウンロードっていうフォルダーから AJAX のところまで、ま、なんだっけ、マウス使ってこう移しちゃうこともあるんですが、今日はちょっとターミナル触ってみるってことなので、ちょっとですね、コマンドっていうのをやってみようと思います。ちょっと変なコマンド打ちました。 Move っていうのは、まあ、英語のイメージ通り動かすというんですけど、今自分がいるアジャックス・ツガルの1個上のところに何がいたかというと、これアジャックス・ツガルという場所ですね。でここ見てあげると自分の CD で打ったんで、自分の基準となるフォルダの中にアジャックス・ツガルというのとダウンロードというのが自分の下にいます。で今こちらダウンロードの中にファイルがあるんで、ここからこっちにこう持ってきたいと。で手で持ってきてもいいんですけど、コマンドでじゃあ持ってくるとどうしたらいいかと、ムーブで1個自分のこの中の中に入っているイメージしてください。1個中にいるので、1個上にあるダウンロードの中を、これ米印なんですけど、アスタリスクを押してあげると、ここに中にあるやつを全部、これドットですね、ピリオド、自分の場所っていう、ムーブダウン点点スラッシュダウンロードスラッシュアスタリスクスペースドットってする。その後 LS では中見るという方法なので、自分の中に何のファイルがあるかなって見ると4つのファイルが移動しているってなりますけど、ここちょっと今ややこしいコマンドいくつか打ったので、ちょっとまた分からなくなったり、ファイル来ないんだけどっていう人がいると思うので、ちょっとここまで皆さん行ってみましょうか。じゃあまた遠慮せずにですね、聞いてくださいね。これならいけるんですか。はい、そしたらですね、サイズを確認してみましょう。でサイズを見るときにどうするかというと、さっき LS って打ったらファイルの名前が出てきますよ。
で、この時に LS マイナス LH って打つと、よいしょ、文字が大きいので、よいしょ、はい、さっき LS って打った時はファイルが4つ見れました。で、この次にls ってやってスペース1個やってハイフンと lh だんだんこうなんか呪文みたいになってきましたけど、これ打つとなんかいっぱい4行のなんかいろいろ出てきました。で、見ていただきたいのはこの左から4番目のところで 5.0m とか 95k とかって書いてあります。これがあのファイルのサイズです。上から5メガ 95kg 401kg 103.8kg という形で4つのファイルのサイズが確認できたと思います。あとは日付ですね。作った日付出てきますけど、今日の落としたからね。で、これを見てあげてください。で、こうするとこうさっきから赤いんですけど、これなんかなんで赤いのかなって見ると、GZ とついてて、あ、なんか GZ さっき聞いたことあるなっていうと圧縮してあるんですね。なので、この圧縮されてるファイル、このままだと見れないので、解凍という、あの、解く方法を。が必要です。なのでここでどういうコマンドを打つかというと gzip-b で、まあ、あのプリントの通りでもいいんですけど01のトミタってやってみます。で、これ今なんか一瞬で打ったのなんでかなというと、実はこう Linux って、頭のこう例えば01って打った後タブって押すと他この1個しかないので全部自動でこう入れてくれるという楽ちんな機能がついているので、さっき言った通りこう ls-lh サイズ調べたらgzip スペース -d スペース01って言ってからタブってするとファイルが全部勝手に自動で入れてくれます。で、あとはエンターとするとこれで固く、圧縮してあったファイルを解凍といってほどくことがあります。じゃあほどいたんだからファイルでかくなってるねっていうことなので、サイズ見てあげるとさっき5メガだったファイルが圧縮されていた .gz がなくなって .sum になって27メガ随分圧縮されたんですね。だからこうやってジェラシー計算のデータも sum のまんまだとすごく大きいけど圧縮してあげるとこう扱いやすくなるのでこういうふうに圧縮してあります。じゃあここまでで今ファイルの準備ができたので、ここの4つこの赤文字じゃなくて黒文字までいけばまあ準備完了ですが、困ってたら言ってください。大丈夫ですか？あ、結構なんか皆さん優秀ですね、うん、はい、じゃあ実際に触ってみましょう。で、どういうふうに触るかっていうと、今いろいろコマンド好き嫌い人あるんですけど、今日はですね、まず VCF を触ってみようかなと思います。で、 MORE MORE っていうコマンドあるんですけど、 MORE ってやって、で VCF のうちそうですね、アドミテーションってあるこの3番、これをこう触ってみようかなと思います。さっきと一緒で MORE と言ったとスペースして03まで行った後はタブを押せば勝手にこう Linux があこいつだろうっていうので自動でファイル名埋めてくれるので、これでこうエンターするとなんかこうもうここまで来ると何だか分かんないっていう文字がいっぱい出てきます。で、これが VCF ファイルの中身です。で、まあ、バージョンだとかどういう操作をしてこのファイルを作ったとかのログとかが全部入ってます。で、この下にこの後出てくるんですけど、DP4 っていうのはどういう意味ですよとか、クオリティが低いのはこう書いてありますよとか、基準が入ってます。で、これスペースを置くと、スペースを押すとどんどん下に行くんですけど、最初のうちはずっとこのさっき箕輪さんメタデータって話をしてましたけど、いろんなこのファイルに対するですね情報が入ってますけど、ずっと行くとここからこの辺りですね出てきます。さっき切り出したやつですね、ちょっとすごく文字が多くて分かりづらいんですけど、この辺りちょっと見てみましょうか。3番染色体とか場所がどことか、これ RS1542 っていうのはスニップデータベースっていうその1塩基多形のデータベースなんですけど、そこの ID とかで、ここの配列は C から G に変わったよとか、あとはもうここすごく細かくどんな基準でどういうものが何になってるかっていうのが全部入ってます。例えば、そうですね、どこがいいかな、例えばこれですね、この部分見てみましょうか。NM アンダーバー0022470と、これは遺伝子の転写産物の ID ですけど、これの3211番の G が C に変わってますよとか、あとはどっかアミノ酸値があるかな、パッと見はないかしら、ホールゲノムがあれ
あと5分で終われ。はい、わかりました。そうしましたら、ごめんなさいね。次のデータ触ってみようと思います。次は、サムファイルを見ようかなと思います。01ってすると、やっぱり同じ感じで、さっき言った通り、ナンバー染色体のどこにありますよっていうデータが書いてあります。で、こんな感じで、すいません、今日もですね、ファイル操作というところなんですけど、こんな感じで、モアという作業をすると、中のファイルがどういう形で入っているかっていうのが見れてきます。で、資料準備としては、この後ですね、実際にミューテーション見ていきましょうってファイルがあるんですけども、ちょっと時間オーバーしてしまったので、最後のところだけちょっと行こうかなと思います。よっ。4つのファイル用意したと言いましたけれども、最後このコマンドを送って、原遺伝子をリストアップするっていうところをやってみようと思います。04番っていうファイルが、いろんなこの遺伝子の情報を加えて、最後にスニップ if っていうプログラムを使って、どのアミノ酸がどう変わったかっていう情報が入っているファイルなんですけども、この前に、このコマンドちょっと長いですね。打つの大変かもしれないんですけど、このコマンドちょっと打ってみましょう。グレップっていうのは、あるファイルの中にあるどの文字を出さないのを出すとかっていうコマンドなんですが、イントロンとか UTR とか、遺伝子の上流とか下流とか、インタージニックのところとか、プロセスシュートジンとか、こういうのはいらないよってすると、いくつか候補が出てきます。これをちょっとやって出てきたところまでで、今日はちょっとこの遺伝子の候補のところまで行っておしまいにしようかなと思います。そうしましたら、で、思い出していただけると思うんですけど、最後ちょっと触ってみるってなったときに、この MOA ってコマンドで、その一つ、サムファイルって見てみましょうと、これは次世代シーケンサーから出てきたデータをレファレンス配列にこう当てはめていったときに、そのリードがどこにあるかっていうのが入ってる、そのアライメントデータですけど、これ、ここ入った後で、どうやったら出れるのって話だったんですけど、すみません、クイットの意味でですね、小文字の Q っていう、アルファベットを打ちますと、MOA から出ることができるので、すみません、それも書いておくべきでした。で、ここですがですね、ちょっとファイル見るだけですので、まあ、MOA の01ってやると、こういう中身がファイルがだーっと出てきて、あ、なんかいろいろ書いてあるんだなっていうのと、それからもう残り 3つありますけど、そのうち今度 VCF っていうので、やっぱりこう MOA の02とか MOA の03ってやると、それぞれこう、ファイルが見れました。で、02と03で見比べてみると、こっち側が02の方で、こっち側が03ですけど、02の方はちょっと遠目で見づらいとは思うんですけど、こっちの方はどちらかというと情報がですね、一つ一つの竹に対する情報が少なくて、03の方はいろんなノテーションが入っているので多いっていうところまでを昨日ちょっと、お話しました。で、この後一気に駆け足になっちゃったんですけど、その VCF っていうところにはどういう情報が入っているかといいますと、染色体の番号と位置と、これはスニップスの一塩基多形とかインサーションデリションの ID っていうのが国際的なデータベースのところで決まっておりまして、この13番染色体のこの場所の C から T への置換というのはこの RS724742224 というこの ID で登録されてますよと。で、またこのポジションについてそれぞれですね、これが病気と関連があるのかとか、このですね、病気と関係あるのかとか、情報がどういうところから取られているのかとか、あとどれぐらいのポピュレーションでこの頻度があるか、その 5% 以上の人を持っているのかとか、どれぐらいの荒れる頻度なのかって、そういう情報が全て入っているのが VCF になります。で、この後触っていこうと思うんですけども、この ID さえ分かればオーミムというその疾患の、遺伝情報が入っているデータベースがありますので、そこでこう検索すると、例えばこの RS724742224 というのはデフネスの原因のミューテーションですよっていうのがデータベースを見ることができます。そこで実際にじゃあ今回僕がわざとですね、富田先生のゲノムに入れたミューテーションを見ていきましょうというところでした。で、こちらですけれども、この入力がちょっと手間取るところで昨日終わってしまったと思うんですが、これですね、逆スラッシュで次の行を示してますけど、この逆スラッシュなしでこのまま
続けて打ってくださっても同じ意味になります。もうちょっと丁寧に言いますと、グレップのマイナス V マイナスイントロンってした後、ここにスペースが入ったと、ここでこれを無視して改行も無視してマイナス E UTR マイナス E アップストリームマイナス E ダウンストリームってずっと打っていって、このジーンの後ろにやっぱりスペースを入れて04富田ってやる と、こういう結果が出てくるんですけど、これをちょっ と、皆さん出して、このテーブル、データが出てくるかどうかまでをちょっともう一回確認してみていただければと思います。ここちょっと、まず出していただけますでしょうか。ちょっとあの手元の僕の方の写しているところにも入れましたけど、先ほどの表示ですけど、逆スラッシュってあの続けて打つっていう意味なので、コマンドとしてはここすごく小さいんですけど、上の方に書いてありますが、1行連続して打っていただけると、こういうそのテーブルですね、スニップ if っていうプログラムが出した、結果の出力が一つテーブルとして出てくると思います。もうちょっと広げた方がいいかな。はい、でここで見ていただきたいのは、いくつかですね、最後こう候補として絞り込んだものの中で、いろんなそのアノテーションといってですね、情報が入っています。でここ縦にこの辺りです見ていただくと、ここはあの遺伝子の名前入ってますけど、PIK3CA っていうのと KCNMB3 っていう2つがこう出てきました。ですので、今の考えイメージとしては、この2つのどっちかがまあ原因じゃないかなっていうところがありますけれども、じゃあどこが変わってるかとかって見ていきますと、例えば1個目のこの PIK3CA ってやつは、ここにですねフレームシフトっていうのを書いてます。フレームシフトっていうのは、遺伝子のエキソン上のところでインサーションデリションが入ったせいで、フレームその3塩基で1つのアミノ酸コードしますので、ずれると、でずれるとそこから後ろのアミノ酸が変わってしまって、ちゃんとしたタンパク質が作られないという、そういうミューテーションがここに入ってますよっていうのが分かります。であとのこの KCNMB3 っていう方は、置換が書いてあるんですけれども、こちらじゃあどちらが原因かというのは分からないんですが、ここでじゃあ上の方のまずこちらの PIK3CA っていうのをちょっとここからですね見ていこうと思います。でどうやって見ていくかっていうと、ここであの、ブラウザーを開いていただきまして、こちらですね Firefox もう一度こう開いて、また Google で今度アンサンブルっていう、ウェブサイトを使っていきますので、こちら検索していっていただけますでしょうか。でアンサンブルで検索すると、一番上にこれあの音楽の方のアンサンブルじゃないので最後の E がないんですけど、アンサンブルゲノムブラウザーっていうのが多分出てくると思うので、こちらクリックするとアンサンブルのブラウザーに飛びます。でここでこの、ヒューマンっていうのをやると、ヒューマンのデータベースに入っていけます。で今現在こう登録されている、人のですね、一番新しいリファレンス配列というのは GRCH38 っていう38番目のバージョンなんですけれども、今回僕があの持ってきたですね、データというのは37をベースに解析したものなので、この下側に GRCH37 に行きましょうと、1個古いバージョンに行くっていうのがメニューがありますので、ここで GO とすると、でここで1をこう今書いてますけど、これ何かというと、さっき、見てたですね、ミューテーションのポジションをこちらで今入力しているということになります。こちらに Linux に戻ると、今回のそのここですね、今回のこの PIK3CA というこれは3番染色体のこの場所に、1塩基 A が足されてますよっていうインサーションなので、これを見たいのでアンサンブルの方で、よいしょ、アンサンブルの方でこの3番のこの場所を見たいので入力ということをしていきます。でそうすると、37 の, その3番のこの178メガベース付近が表示されますので、下にこうスクロールしていくと紫のバーが多分出てくると思います。あ、これですね、ごめんなさい、紫のバーのところにあるその表現系と関連する多系というのがあると登録されているはずですので、それをクリックしてあげる と,、この一番下のですねフェノタイプというのが出てくると思います。でリンクをたどりますと、ヘパトセルラーカルシノマってありますので、まあ、でかつこうクリニカルシグニフィカンスがパソジェになっているので、今回その、富田先生のジェノムにわざとミューテーションを入れて、出てきたこの配列の変化っていうのは肝臓がんで見つかったミューテーションだなっていうのはここで分かってきます。
でここまででまずアンサンブルでアンサンブルを使って今回その見つかってきた変異がどういうものかっていうのを見るっていうところまで行きました。でこの次に今度オーミムで次確認していくって作業に入ろうと思うんですけど、まずちょっとここまで皆さん、いけるかどうかっていうのちょっと待とうと思いますけど、ここまで行った方、行ってない方いらっしゃいますか。あ、3分の1ぐらいですね、はい、結構皆さん順調ですね。なんか昨日も思ったんですけど、かなり順調です。そうですね、紫の今バー見てる方が何人かいらっしゃいますけど、紫をクリックすると、まあ、プリントにも出しておりますけど、これですね、紫のところクリックするとこうフロウィンドウが出てきますので、フロートウィンドウがこれ選ぶとアンサンブルでそれがどういうものかっていうのがこう見ることができると。ここまでちょっと言っていただけますか。で、あのもうそこまで行ったよっていう方は次進んでいただければと思いますけれども、資料にもありますが、今度ですね、オーミムっていうので見ていこうと思いますので、先ほどデータ見たものはこの RS58776802 ということが分かりましたので、これをデイビスニップとオーミムで見ていこうと思います。で Google でデイビスニップを選んで、RS58776802 っていうのを検索します。デイビスニップって入れて Google 先生力を探して、で ID を入れて検索という作業をすると、こうやって ID のデータがこうまとまったサマリーが出てくるので、これクリックしてあげます。でそうするとこのそれぞれの多形ごとの情報のウェブサイトに飛ぶの でここ見てあげると、ここにですね、黄色でオーミムっていうのがでリンクが出てくると思います。でこれを踏んであげるとオーミムの方に飛んでいきますので、オーミムの中でさっき VCF で同定したですね、PIC3CA の遺伝子情報サイトってこれ探すことができるので、ここで PIC3CA のリンクを選びまして、ちょっとこのまま早口で言っちゃいますけど、でリンク先移動すると今度はページ内検索を使ってこの見つけた RS58776802 というのを検索すると、ここにですね、今回同定した変異の説明書きがこう出てきます。なので、まあ、流れとしては自社 IC 計算のデータを使ってアノテーションしたデータを使って、まずその場所と塩基地間がどういうものか見た後、まあ、アンサンブルで確認してどういうポジションにあるかな、どういうことの病気と関連あるのかなって見た後、デイビスニップの、ID を使いまして、スニップスの情報とあとオーミムを使ってその原遺伝子っていうのを見ていきました。でこういう形で、自社シーケンサーのこうデータを使って出てきた多形っていうのをアノテーションした後、オーミムとかの情報を使いながら、あ、これはすでに報告されている変異だなとか、もしこれで新しく初めて見つけた変異だと今度 ID がついてなかったりするので、それはアンサンブルを見たときに、あ、このエキソンのこの辺にミューテーションが入ってるんだなっていうことが分かってきます。で、実習内容としてはここまでなんですけど、じゃあちょっとまだ、10分程度でいきましたので、どっか詰まってるところがあれば声をかけていただければ説明しようと思います。で、前回今回とやってきたことをもう一回振り返りしますと、次世代シーケンサーの機種別の特徴、それから次世代シーケンサーの機種別の配列データがどういうものが出てくるかどうか、それから疾患ゲノム解析はどういうふうにやっていくかという流れと、疾患ゲノム解析をするためのデータ構造、ファストQ から、SAM から、VCF から最後 SNPIF のアノテーション情報を見るというのをしました。で最後その情報を用いて患者さんの特異的変異というのはどうやって見つけていくかというのをやっていきましたというところまでが、まあ今回の実施となりまして、昨日ちょっと最後駆け足になってここまでいかなかったんですけど、こういう形でやっております。